マール・テオドア・ドライヤーは、デンマークの映画監督。1889年2月3日、コペンハーゲンで生まれた。父は、スウェーデン在住のデンマーク人、母は、スウェーデン人。父は、冬な地主で、母はその家の女中であった。カールは、死生児として生まれ、すぐに、乳児院に預けられた。いくつかの施設を転々とした後、 翌1890年にコペンハーゲンの食事行ドライヤー家の養子となった。ヨーカはカールに対して極めて厳格であった。ドライヤーは次のように口述している。彼らは私が飢えないでいることを感謝するよう絶えず強要した。厳密に言えば私には何も要求する権利がないこと。私の聖母はその死によって養育費の支払いを免れ、結果的に彼らを騙したのだから。 その後、17歳の時に、事務員の仕事を見つけ、ドライヤー家を出た。以後、8日には二度と足を踏み入れることはなかった。ドライヤーは18歳の時、生みの母であるヨセフィーナ・ニルソンの運命と自身の出生の秘密を探り当てた。ヨセフィーナの妊娠発覚後、父とその一族は彼女に、スウェーデンを離れ、秘密裏に、デンマークで出産することを強制した。 ヨセフィーナはカールを出産した後にスウェーデンに戻ったが別の男性との間に再び男児を見ごもった。相手の男性に結婚を拒否されると彼女は用を使った民間療法の中絶を試み貧困と孤独の中、用の過量摂取による中毒で死亡した。不幸にまみれた母の死を知ったドライヤーは男性や 権力者の欺瞞によって生まれる社会の抑圧と不寛容が母を死に追い詰めたと悟った。母とドライヤー自身の運命を決定づけた社会の抑圧と不寛容というテーマはその後の作品に色濃く反映され繰り返し描かれることになった。また、ドライヤーは自身の出生について多くを語ることはなかった。ドライヤーはその後ジャーナリストに転身。 新聞に演劇表などを寄稿した。また、当時世間の大きな話題となっていた航空機に興味を持ち、報道記事だけでなく自らも気球の飛行に積極的に参加した。この時期に怒りの日や奇跡の原作となった議曲の舞台を演劇評論家として鑑賞した。また、裁判記事も執筆し、毎日のように裁判所に通った。これによって、 中産階級の人々を知るようになった。ドライヤーの関心は次第に映画へと傾き、ジャーナリストとして映画批評を執筆する傍ら、デンマークの映画会社のディスクフィルムで働くようになった。ここで編集とサイレント映画の字幕の挿入を行い、映画技術を学んだ。これらの仕事についてドライヤーは、その仕事はまさに素晴らしい学校のようなものでした。 私はその学校で5年間学んだのです。私は今では自分の映画を撮影がなされる都度頭の中で編集して行きます。編集は演出の一部分をなしているのです。と10回している。その後、脚本の執筆も行うようになり、1918年に第1作、裁判長の制作に着手。翌1919 19年に同作を完成させた。 三作目のサタンの書の数ページ以降、ドライヤーは、不況と映画界の凋楽を招いていたデンマークを離れ、ヨーロッパの様々な国を渡り歩いた。これにより、これ以後に制作した、不運な人々はドイツ、昔々はスウェーデン、グロムダールの花嫁はノルウェーと、作品ごとに制作会社が変わるという事態に見舞われた。当時の世界の映画界は、 ハリウッドのスタジオシステムに見られるように特定のスタジオと独占契約を結び同じようにそのスタジオと契約しているスタッフや俳優と一つのグループを形成しながらそのスタジオの希望に沿うような作品を作り続けることが常識であったドライヤーはそのような常識から逸脱した状況での映画制作を余儀なくされたこのような状況の中1924年に ドイツで制作した画家を主人公にしたミカエルで短美性を極め翌1925年にデンマークに帰国して制作したある一家を描いた室内劇あるで工業的な成功を収めた。これによってフランスのソシエテ・ジェネラール・ド・ィルム社から歴史劇の制作を依頼されマリー・アントワネット・カトリーヌ・ド・メディシス ジャンヌ・ダルクの3つの企画案からジャンヌ・ダルクの異端新問と家計までを実際の裁判記録に沿って描く電気映画に着手。1928年にサバカルルジャンヌを発表した。1932年には地震発の陶器となった吸血鬼をフランスとドイツで制作。しかし、これらの作品は現在ではドライヤーの代表作として知られるが、当時は 工業的には失敗に終わった。サバカルルジャンヌはオリジナルネガが火事で消失し、その後に未使用のネガを再編集して制作した第2版も火事で消失するなど不運に見舞われた。また、吸血鬼では配給会社がナレーションを加えた上に全体を短縮し、ドライヤーを失望させた。その後は、怒りの日、奇跡、ゲアトルーズと、 ほぼ10年に1作品のペースでの制作を余儀なくされた。しかし、奇跡は、ベネツィア国際映画祭金獅子賞と、ゴールデングローブ賞外国映画賞を受賞。ゲアトルーズもベネツィア国際映画祭で、国際映画批評家連盟賞を受賞するなど、いずれの作品も、国際的に高く評価された。1968年3月20日の明け方、ドライヤーは、 コペンハーゲンの病院内で79歳で死去した。晩年、ドライヤーは、キリストの生涯とエウリピデスの戯曲、メディアの映画化の2つの企画を進めており、キリストについての映画によって、それにまた、メディアによって、悲劇に到達したいと考えていますと語っていたが、これらの企画が実現することはなかった。また、友人オニールとウィリアム・フォークナーの作品の映画化を、 アメリカで行うことも望んでいた。ドライヤーは、ゲアトルーズの制作時から、カラー映画の研究を行っており、これらの企画においてそれが実行される予定であった。サバカルル、ジャンヌの制作国がフランスであったため、作品が日本に輸入された際、フランス語読みのカールテオドールドライエル、または、ドレイエルという表記で紹介され、これが広く知られるようになった。その後、 デンマーク語の発音に近いカールテオドアドライヤー、またはカールスドライヤーと改められて表記されるようになった。生涯で14本の長編映画を監督し、いずれの作品も神秘性とリアリズムを合わせ持つとされる。また、女性が主役の作品が多く、その中で彼女たちは女性の意思や表現を抑圧しようとする社会秩序に対して、 果敢に戦いを挑もうとするのが特徴である。長編作品は客色ものが多く、中でも擬曲の客色が多数を占めている。セリフを圧縮して順化することにより、必要不可欠な言葉だけで構成し直すのがドライヤーの客色法であった。ドライヤーは、セリフはいわば、クローズアップで提示されるべきだと考え。 本質的なもの以外の装飾を帯びた演劇的なセリフを削り取った。また、これはカットの連続性を損なわないためでもあった。ドライヤーは固定のスタイルを持たないことでも知られ、常にその作品一本にしか有効ではないスタイルを探し求めた。例えば、吸血鬼ではどのカットを撮影するときもレンズに不自然な光を、 入り込ませるためにスポットライトを幕に当て、その反射光がカメラに向かうように細工して灰色の画面を作り出し、さらにラストには白い光も加えて、それを元に作品のスタイルを形作っていった。撮影前に行われる入念なリハーサルやカメラマンとの綿密な打ち合わせ、舞台装置の作成への積極的な関与など、画面を構成する要素の全てをコントロールすることを、 望んでのことであった。ドライヤーはたびたび誤解されるが、1シーン1カットのみの監督ではなく、モンタージュ派でもないとされる。作品や主題、アクションにおいて何を、どのように表現するのか、あらゆる可能性を追求し続けたと言われている。このことについてドライヤーは、自分を、ある一定のフォルムに、ある一定のスタイルに限定してしまうというのは、 極めて危険なことなのですと語った。未完に終わったメディアの脚本は同じデンマーク出身のラース・フォントリアーによって1988年にテレビ映画として制作された。また、ピエル・パウロ・バゾリーにはドライヤーが生前に企画していたキリストに関する映画とメディアの映画化をそれぞれ奇跡の丘、王女メディアとして実現した。ジャンリュック・ゴダールは 女と男のいる歩道の中で、アンナカリーナ演じる、主人公ナナが映画館で鑑賞する映画として、サバカルルジャンヌを引用した。ジャンマリー・ストローブは、最終的にドライヤーが、カラー作品を撮ることができなかったことやキリストについての作品を撮れなかったという事実は、我々がカエルの部ほどの価値がない社会に生きているのだということを思い知らせると述べた。 フランソワ・トリュフォーはドライヤーへの追悼文の中で、カール・テホ・ドライヤーはこの世を去って、映画の最初の世代の王様たち、まず最初に沈黙を、ついで言葉を制御した偉大な映画作家たちの世代の、後を追ってその列に加わったのであると語った。ありがとうございます。